黒猫。いいですよー。初手ボタンを押させてほしいなーやべえとこ湧いた。ああ、終わってる。ふっ。一応アドメンは飛ばない方がいいね。アドメン見てる人がいるかもしれないから。飛んでしまうとその、カウンティングされちゃうんで。なんで、ああ、これ停電直さないから怪しまれますって。やめてください、ほんとに。 ワンちゃんバグで直せないのかな。あら、あれ<ー>な。えー、あ。プテハシさん血中負けです。ええー。俺貨物で停電かっちゃったんですけど、えー、誰ですか。あ、工藤、工藤、工藤です。食器右。もう、めちゃくちゃ買っちゃっちゃった、左が三つとかで。目、はい、屋さん直してんの見てます。 アーカイブ脇でッちゃんかな確かッちゃんが先に湧いてた。おお、ごめん、俺見えてなかったです。うん、多分なんかハッちゃんの方がは脇早かったです。うん。最終僕シャワーなんですけど、3秒前ぐらいにオマージュさんすれ違ってる。うん、厳しそう。はい、同じとこでカゴの前に立ってた気がする。薄、うん、足高田ミーティングです。あ、高田さんも一うですか高田さんもうですか？厳しいと思うけど。 え、足から俺見えてないの図はまあわかるんだけど。僕見えんかったっすね。宝さんがミーティング登ったのは工藤が見てます。うん。え、工藤さんとこからどこ行ったんですか昇降機右行ってる工藤が縫い乗って。ああ、縫い乗ってんのかあ、宝さんあれボタン開いてたからかもしれやんす。あとランさんってどこですか私はメインで足屋さんでしたっけ一緒に置いたのおれおれれ。 さんと湧いてその後エンジンで沸いてえっとその後ずっとガスガスダスクやってましたガスエレクトリカルのエレクトリカルの番号を出してましたガスダスクって言ってるとまあ一応情報出したくて僕とトプテさんがキッチンで沸いて僕展望デッキのダウンロードをそこやりに行って展望側に来てないんで まあプテハスさんほぼ武器庫側に行ってるとは思ってる石油側にはあんまり行かないと思うから足湯はちなみにどこ脇なの僕は宿舎前脇でそのままミーティングいたっけ他の人たちいや、えー、か足湯さんいましたよさんは僕見てる僕も足湯さんは見てる<ー>ただその停電中にあの降りてったかな感じ降りてきましたはい降りました、うん、あずっと降りたの 僕降りました降りましたあのアシュウさいるからいいやと思ってミーティングから下降りてそうなんだじゃあなんか全員白出せないかも俺も含めてミーティング組はそんなあら高津まあ基本駆動さんと結構な時間勝ち合っちゃったんで昇降機右でキッチン脇がプテなら厳しそうかなっていう印象ですね駆動さんは僕目線ではいミーティング来る可能性もあるよねプテうん全然あるミーティングの三人が怪しいんかなっていう風にあら ま、可能す、うん、どう、うん、どうだそれと、慎太郎さん博打なこの博打の、博打のプテハスさん情報だしね。<laughs> 無謀すぎてさすがに。<laughs> まあもう破綻してもいいかなと思ったんだよ、最悪ね。別に所定釣られてもいいし。あら。え、これまさかは、はたさこ目や。じゃあ、初動切る迷惑なのか。 怖いな。ふぅおもいさんやったっぽいな今のやった顔してるー <laughs> 満面の笑みなまあもうこもってていいか安定取ろうてかほらあれじゃんこれデデンされそうになったら逃げれる <laughs> 強すぎで それ。静寂。盤面が動かない。うわ、二回定連入るのはよっぽろよ。バラもこれ、俺浮いちゃうな。一が。まあ、ええば俺が怪しい位になる分にはいいから。あ、三、<laughs> え、なんか四キロ入ったら勝ちか。普通に。 えっとこれはどういうことだろうご主体なんかシェリフ絡んでそうだけどシェリフ絡んでんじゃないあとあった今まで<ー>ちなみに<ー>停電なる前に足湯さんが下に降りてってるんでミーティングからえっと停電かち合った人誰ですまずあはい私だと思います展望で右二つ一回目停電直した人誰です 1>, 1回目は僕、昇降機右です。言ってください、配電盤。最後上げたの、うん、最後に上げたの真ん中だった気がする。あじゃあ、慎太郎陣外でいいです。え、1回目ですよね。1回目は最後は右が上がってます。えー、2>, で2回目は美里なんと俺が勝ち合ってます。貨物で。うん。あ、じゃあ、ね、太郎さん。えっと、1回目は確実に、えっと右、右が一番最後。えっと、左から流れるように右が上がっていってたので。はい あごめん僕目線高田さんあごめんごめん僕目線高田さん人陣で置けないわちょっと僕の覚え忘れがあるからまあ覚え忘れもあるかもしれない実際慎太郎さんはそこで直してる風だったのでまそこにはいたのは事実なんで1回目はい1回目はそこにいましたただその辺に名誉名誉お文字がねその辺に一緒にいたんですよだからなんかどっちかが切ってどっちかが切られてそうって感じあシェリフでってことですか シセリフ混ざってるよね、さすがに。そう、混ざってるから。まあでも。ほぼシ太郎に見えちゃうけどな。シ太タかどっちか強いしかない。えっと、ミサトランはエレキであって、エレキの後ってどこ行ったのエレキの後は、え、席を通って、え最終キッチン通って展望の過程で直してる途中です。キッチンのガチャガチャ、あ、じゃエレキのガチャガチャ全部終わらせた。あ、終わりました。はい。 いや、僕ね、高田さんはあってもマットメイト、黒猫かなと思うんですよね。僕と対抗しに来てるから。だから、高田さんってあの、1回目の停電になる前に、バイタルホームに抜けていくのを見てるんですけど、そうね、貨物まで抜けてって、<の>貨物で入れば見たら、うん、えっと、左から右に流れるように直って、で、タスクやってまた停電になったので、今回停電が勝ちやってるとうんうん、うん。とんでもなくわからん、これ。でも、2>, 2回でも貨物で直してるってことですか <laughs> 黒猫で停電2回喧嘩していくの結構。 強すぎるからいやだからクルーメイトの方があるから、まあ、僕、太鼓わかんねえ。っちゃあ,げるあ、えっと、ちなみに俺が停電の場合、勝ち合ってる時はミサトラまで人外です。えっと、勝ち合ってるっていう情報が見せるになるから、<ん>ただ、慎太郎が、まあ、黒猫の、なんか、シェルフ死んでんだよね。ボタンないです、僕。わかんないもんな。はい。じゃあ行きます。 いや、やばすぎだろ、この先生。ああ、まんまと言ったな。え、何だあっしーさん、よく切れたっすね、あれ。ね、あれね。俺、通報ボタン光ったと思って押したら、キルッチルボタンやった。いや、マジ、髪切るすぎる。たまたまやん。どういうこと何が違うんだろう。まあ、でも、GG よ、これは。すま g でも、これはもう、無理やな。

したらシリフで僕、キルボタン押してて、メイヤ君来てたっていう。で、それで相打ちやったっていう。ダブキル、ダブキル、で、一人相打ちっていう感じで。そうです。明快で見てたけど、めっちゃ面白かったわ。シンタロが書店のね、シンタローエグすぎだろ、マジかみすえ、あれって、メイヤ君とハタヤンはキッチンで相てたってこといや、俺は貨物ですよ。プテカモツだけなんですよ。 そう、<っ>貨物わけで、しんたがた脇だったんだけど、<ー>僕乗っ取ったっていう感じ<ー>うすごいな。なんか初動若干回ったから、死人ないっぽいなと思って、も差し込んだ<ー>いや、怖いよ、すごいすぎる。<laughs> いや、マジで最強。いや、死人じゃん、マジでやるわ、あれ。<laughs>